本校では日本とスイスの関係についてもべる。16世紀から17世紀にかけてヨーロッパ各地からイエズス会を中心とする宣教師が日本を訪れ、彼らがもたらした日本の情報は早くからスイスには知られていた。例えば1586年にはルゼルンでレンバルト・チザトが新発見の日本諸島、王国。 およびこれまで知られていない他のインド諸島についての真実の報告を観行し、茶の湯などの日本の風俗習慣や日本におけるキリスト教の不教状態を克明に描いている。この書物は1592年に第3版を迎えていることから、ドイツ語圏では貴重な日本紹会記となっていたと見ることができる。その後、日本は江戸幕府の政策で鎖国を行うことになり、 日本とスイスの直接交渉も江戸末期の開国を待たねばならなくなった。しかし、一方で鎖国下にあってもオランダ召喚を通じて、スイス時計は日本にもたらされていた。1847年に分離同盟戦争が終結し、1848年に新憲法が制定されると、スイスは産業革命と経済成長の時代に入り、時計産業界は、 新たな市場を求めた。同時期の日本では、1853年6月にはアメリカ合衆国の施設ペリーが裏側に、同年9月にはロシア施設プチャーチンが長崎に来航している。当時のスイスは常実のように産業革命を達成しており、製品の販路拡大を求めていながらも、ナポレオン賛成したのフランスとプロイセンという、 強力な隣国に抑えられていたという背景があったため、スイス産業界は日本の開国に期待を寄せた。実際、1853年の10月には、スイスの有力紙、ノイエ・チュルハー・ザイトゥングが日本の開港に関する記事を報道しており、スイスの貿易業界は直ちにこのニュースに反応を示したと言われる。1858年、日本は、 日米就航通商条約の締結を皮切りに、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと、ほぼ同内容の条約を結んだ。同年に、スイスでも日本への施設派遣の機運が高まり、西部スイスの時計業組合とザンクトガレンの商業局によって、ルドルフ・リンダウンが1859年から1860年にかけて派遣されたが、幕府に拒絶された。この後、 日本では1860年3月の桜田門外の変をはじめ、ヒュース県の殺害、東全でラジ件など上位排外運動が激化したため、幕府は新たな条約締結を求める外国施設の派遣を断っていた。もっとも、ポルトガルやプロイセンは、このような中でも通商条約の締結に成功しており、スイスも引き続き締結を目指したものの、うまくいかなかった。 こうして、スイスの日本熱は冷め、施設派遣準備も一時期待した。結果的に、連邦政府は1862年末になってから、エメアンベールを匿名全権公使に任命し、条約交渉を進めさせた。彼は、オランダの外交官、ティルクグラーフ・ファン・ポルスブルック公使の仲介の下、1863年に来日して、以来交渉を進め、 1864年2月6日、14代将軍、徳川家持の知性において、日本とスイスの二国間関係における、史上初の修行通商条約の締結に成功した。またこの際、アンベールは、日本の社会状態を国名に観察し、1870年に、パリで、幕末日本図二冠本として出版した。また、日本からのスイス訪問に関しては、 1867年の徳川秋田家の使節団が最初にスイスを訪れた日本人である。彼らはこの年にパリで開かれた万国博覧会に参加した折、ジュネーブやベルンを10日間にわたって訪問している。さらに1870年後に日清、日露戦争で武功を挙げて、元帥となる当時20代の大山岩尾がジュネーブに留学し、 1873年まで当地で就学した。同じく1870年、明治政府の施設としては、初となる岩倉県王施設団もスイスを訪問している。その後正式な外交ルートは1879年に中仏講師がスイス講師を兼任することで始まった。スイスの民主主義国家間は、すでに幕末には、 西欧思想を受け入れた、啓蒙思想家たちの間で定着しており、社会政治制度を学ぶ過程でしばしば、スイスについて触れられている。例えば、福沢諭吉は1867年に、条約11カ国記の中でスイスを紹介し、植木江森も、随意にし独立という新大使を作った。加えて、シラーの儀曲、ウィリアムテルが翻訳され、テルの実在が信じられていたことから、 自由の投資テるとして自由民権運動の英雄として迎え入れられた。また、明治維新に伴う神仏分離政策の影響で品川寺の盆鐘が持ち出されてスイスに輸出された例などもある。この金はジュネーブ市に入手されたが1930年に品川寺に返還され、これを機に品川区とジュネーブ市の友好が育まれた。 結果的に1991年には正式に友好憲章が締結された。20世紀に入ると経済面ではネスレ社や千葉社が初めて日本に拠点を置き、また安倍伊相は1904年に地上の理想国随西を表した。日本が国際社会における力を伸ばし、第二次世界大戦へと突入していく中でも両国の関係は途絶えなかった。 戦後、1945年8月には、原爆投下直後の広島で、マルセル・ジュノーイ氏や赤十字国際委員会が支援を行い、また、スイスからの投資や最新技術の導入は、復興に大きく貢献した。また2009年には日、スイス経済連携協定が発行され、経済的な結びつきがさらに強まった。在日スイス企業は約150社。 食品飲料会社、ネスレの日本法人ネスレ日本株式会社が神戸に、製薬会社、ノバルティスの日本法人、ノバルティスホールディングジャパン株式会社が東京に拠点を構えている。在スイス日系企業は約150社。在留法人数は1万1734人で、在日スイス人は1189人。 パウル・リッター・フェルディナンド・フォン・ザリス・シャルル・ルエティ・エンヌ、ラルディ・アルフレット・ブルナー・エミーレ・トラベル・シーニア・ルミン、デ・ニケル、バルター・トゥルン・ヘア、カミー・ユ・ゴルジェ、ピエール・ミシェリ・バルター・ボッシュ・シャルル・アルベール・デューボア・マックス、クレッスリ・シャルル・アルベール・デューボア・チャーリー・マウリゼ、バイベル・チャーリー・マウリゼ、バイベル・ラインハルト・ホール・マックス、トレンドル・マックス・トレンドル、ジャンド・ラーム・エミール・アントン・シュタデルホーファー、 ジョバンニエンリコブッチャピエールキューヌーフリッツルドルフ、シュテイヘリンディーターエーリックシェノオールポン、ロジェベールイエネーシュテイヘリンヨハネスマンツジャックルベルダン、ポールフィバウルス、ブルヘルピータージョージネルソンジャンフランソワパロマルクス、ロイビ、アンドレアスバオム。ありがとうございます。